魔界少女剣平良は生命不在でその代役を務める夕顔に奪魂の儀式を申し入れる。その第一試合は夕顔が召喚した雲霧仁左衛門と魔界少女剣が召喚した前田刑事が戦い、刑事が勝利するも、そこに鎌倉の巨人朝比奈義秀が乱入、仁左衛門と道満の弟子である道さんの魂を強奪する。第二試合は魔界少女剣が毛義馬を召喚し、夕側は越智康成を戦わせようとするが、そこに風魔小太郎が現れる。小太郎は平に毛義馬と戦い勝てば永遠の自由となる俗名の術を施せと言い放つ。平はこれを了承し、小太郎は夕顔型として毛義馬と戦い見事に勝利を収める。しかし小太郎は平の騙し討ちに遭い、逆に魂を奪われるのであった。最後の試合は魔界少女剣が源義経と巴御前、夕顔が鶴姫と越智康成を召喚し戦うことになるが、巴は夫の敵である義経を殺すと宣言する。このため義経は3対1の形で戦うことになり、苦戦を強いられる。義経は巴を斬るが、鶴姫に捕獲され絶体絶命のピンチに陥る。しかしここで康成は鶴姫を斬り捨て、己の魂を義経に差し出す。義経はさらに巴に迫るが、そこに再び朝比奈義秀が乱入し、巴を救出したのだった。平は鶴姫に霊力を与え、康成の復活に手を貸すが、康成は鶴姫の元を去っていくのであった。